日はですね、ビルさんの飛ばした遺伝子組み換え化についてちょっと思うことを話してみようと思います。私はね、蚊はすごく苦手なんですよ。ちょっと虫刺されアレルギーもあったりとかして、うちに友達が2年ぐらい前に来て、家族も一緒にお茶してたんですね。プーンって蚊が1匹飛んできて、友達がこう蚊を撃とうとしたんだけど、その前に真央さんって蚊殺して大丈夫のタイプって聞いてから、それからピシャって、彼女もビーガンだったんで、で蚊はね、私も共存できないのよって殺してから言ってたんですけど、で私もね、蚊は同情しないですね、躊躇しないですね。蚊取り線香も除虫菊の蚊取り線香ですけど、バンバン焚くし、私のその蚊に対して思うことっていうのはね、なんかね、他の虫には感じない悪質なものを感じるんですよね。この存在の性質というか、ありようみたいなものに、なんかね、不自然なものを感じるんですよ。自然な生き物っていう感じがしない。蚊ってね、ストローがあるじゃないですか、血を吸うストロー。あれね、1本に見えるけど6本あるそうなんですよ。6ですよ、6 6、しかもね、そのストローがノコギリ状になってるんですよね。こう皮膚をこう切りながら入れていくんでしょうね、ノコギリで。でね、血をね、吸いすぎてお尻からこう漏れてきちゃうぐらい動けなくなるまで吸ったりするらしいんですよ。そういえばいますよね、その血を吸いすぎて動けなくなってる蚊って、たまに見ますよね。このメスの蚊が妊娠中だけ刺すっていうじゃないですかね。それもおかしいと思うんですよ。人間だったら妊娠中は余計に菜食にした方がいいじゃないですかね。その方が赤ちゃんも元気に生まれるし、乳腺炎にもならないし、お産も軽いしね。なんかね、普段植物の汁だけで生きられている生き物が妊娠中だけの血が必要になるっていうのも、なんかすごく不自然でおかしい感じがするんですよね。なんか生き物としておかしい。でね、ある時ね、もしかしてこいつら DS の使い魔なんじゃないかって思ったことがあったんですよね。ふっとそう思って、そう思ってみるとね、すごくありようが似てるんですよ、 DS さんたちと蚊のありようっていうのがね。そのまず血を吸うでしょね、血を吸う。それもわからないようにこう何本もの針を使って、こう麻酔まで入れて吸ってることすぐ気づかれるとピシャってやられちゃうから、そのしばらくは気づかれないように何本もあるそのストローのうちのこう1本で麻酔を入れで、別の1本で吸い上げるみたいな、なんかね、そういうことをしているらしい。しかもなんか6本だしね、ストローがね、6。私たちのそういう屋外での自然の中での楽しい時間を邪魔するじゃないですか。それもこせこせとしたやり方で、でもどれだけ邪魔されて奪われてるかわからないですよね。蚊さえいなければどれだけ私たちね、屋外でのそういう自然の中で過ごす時間をのびのびと気持ちよくね、そういう蚊がいるから屋外に出ないとか、邪魔する手口が似てるんですよね。なんかね、その D の S さんたちとね。で、そのビルさんがまた遺伝子組み換え化を飛ばしたじゃないですか。またですよね。そのことをね、心配してる人、不安に思ってる人とかもいるみたいなんですけれども、私がそれについて思うことをちょっと話しますね。私はね、これはね、なんかデクラスなんじゃないかと思ってるんですよね。そういうニュースによるデクラス、遺伝子組み換えの蚊を新たに今更飛ばしたんじゃなくて、そもそも蚊っていう生き物は俺たちが遺伝子組み換えして操作して、そして世界に放ったものなんだよっていうデクラスじゃないかと。だったら別に不安に思わなくていいじゃないですか、ただのデクラスなんだから。で、まあ連中ってね、そんなことばっかりやってるから、まああり得ることだなと思うんですよ。別にそうだって言ってるわけじゃないですよ、別にエビデンスも根拠も何もないですから、ね、そう私が感じるっていうだけでね。流行り病とちくわのセットとかね、そういうのもね、私は今まであったものも全部怪しいなと思ってて、なんかスペイン風邪とかね、天然痘とかね、ちくわがついてるそういう病気っていうのは、もしかして全部やつらがばらまいたんじゃないかなっていうふうにも思ってるんですよね。これはナチュラルガールズさんの動画で知ったんですけど、天然痘のワクチンを作るために牛を輸入して、それが日本の酪農の始まりになったんですよ。だからね、日本の肉食の始まりっていうのもそのね、天然痘関係してるんですよね。
まあそんな感じでね、真偽がわからないんですよね。まあわからないことだらけっていうことなんですけどね。前回も動画で言ったように、私たちの波動をこう狂わせる、あの波動を下げるような落とし穴っていうのがもういっぱいあるわけですよ。そういう蚊っていう存在もその一つと考えてね。ねえ、どれだけ落とし穴がいっぱいあるかっていうことを知れば、知ればっていうかね、あの想像すれば、その落ちてもいちいち自分を責めなくなるでしょこんだけ、むしろこれだけいっぱい落とし穴があるのにこれしか落ちてないなんてすごいなみたいなね、もう自分は褒めるみたいな。でだんだんね、落とし穴が どんな感じで、どんな風にどこら辺にあるかっていうのが分かってくれば落ちなくもなってくるし、そうすると自分と波動を守れたりするわけですよ。だからこんなあのつまんないね、あの蚊に対する妄想でもね役に立たないわけでもない。とにかくそういうなんかね、私も蚊ぐらいって前は思ってたんですけど、でもやっぱり自分を大事にすることっていうのをね考えた時にね、いやこれね、じゃあ私アレルギーもあるし、ちょっとそんな蚊に自分を刺させるなんてとんでもないことだなと思って、で今はもう本当に刺されないように、刺されてもすぐにこう手近な植物をちぎってこう汁をすり込んでね、あのそうするとすごく軽く済むんですけど、あのそういうふうに気をつけてますね。でそういう私たちね、みんな自分を大事にすること結構苦手なんですよね。その自分を大事に思えなくなるような洗脳をたくさんされてきているので、だから自分を大切にするっていうことは意識して習慣にしていかないと、なかなかあの難しい人もいる。私なんかはすごく難しいんですけどで自分勝手にするとかわがままとか、そういうことが自分を大事にするってことはないですね。もちろんね、そんなことは自分を幸せにはしないから、ちゃんと本当に自分を幸せにすることが自分を大切にすることなのでね。でまあとりあえずね、さっきも言ったけど、蚊に刺されたら手近な植物を何でもちぎってこう汁をすり込む。それはね、若杉ばあちゃんの本に書いてあったんだけど、本当に効きますね。これは本当に効く。なんだろうね、植物の活性酵素なのか、なんか微生物との関係なのか、なるべく早ければ早い方がいいです。1分以内、もう刺されてすぐならもっといいって感じ。うん、まあ毒草とかも生えてるけど、まあこう本当に微量だから大丈夫なんじゃないかなと。まあ害虫っていうのはね、ちょっとこう新地球ではいなくなるっていう風にも言われてますね。私たちの方が変化するのか、虫の方が変化するのか、それともこう住み分けになるのか、どういう形でかわからないけど、まあ、害虫と人間っていう関係じゃなくなるのかもしれないし、ね、何らかの形でそういう害虫とかっていうものに苦しめられなくなる。で、まあ、害虫の方だってね、殺されて苦しいでしょうからね、駆除されてね、そういうお互いに苦しめ合わなくなるようになるでしょう。多分そう思いましょうそう思いましょう微生物とねも関係があるんですよね。畑に来る害虫なんかも土ができてくると来なくなるっていうから、やっぱり微生物関係あるんでしょうね、何かね。ちなみに昆虫食っていうのが言われてますけど、昆虫食の時代は私は来ないと思います。あのだって植物だけ食べて何十年も健康な人っていうのがいっぱいいるわけですからね、必要ないですよね。そして動物を食べないからって昆虫でタンパク質とか必要ないですよ。全然全然必要ないですよ。植物だけで私だって8年間元気に生きてますからね。で前にあの話した、あ持ってくればよかったな、チューナー、音とそのチューナーを同時に鳴らしてこうすると蚊がいなくなるのか刺さなくなるのかちょっとわかんないけど、あれは効いてますね。やっぱりひと夏やってみたけど、やっぱり蚊がワンワン飛んでて見えるようなところでも、あのドとソのチューナーを同時に鳴らしてね、あのチューナー同士をこうぶつけると良くないっていうんだったら、こう何かに別々にぶつけて鳴らして、同時に鳴らしてこうするとなんかやっぱり刺されないですね。ワンワン飛んでるようなところでも結構大丈夫、 1,2 箇所で済むみたいなね、なんか不思議ですね。何があれなんでしょうね。まあそんな感じでね、あの蚊について思うことでした。私はビーガンだけど蚊は殺しますということでした。じゃあねー。